腰曲げてくれる？一回前後でしてくれる？痛みあるかないか確認して。ある後ろそこが痛いの。腰は大丈夫？大丈夫。そしたら左だけちょっとだけ動かして、左だけ、そうそう、左だけでいったの。そう、それです、それ。はい、もう触ってくる。そうそうそう、触ってくる。そうそうそう。で、こう来て、あと2回、じゃあもう一回だけね。それでいいよ。でそこで後ろ向いて、後ろ向いて、はい、前後にしてみて。突っ張りはちょっと違うし、たくさん曲げられる。たくさん曲げられるやろ。もう一回行ってみ。今3往復やけど、もう120歩も行ってないよ。狭いから120まで、110なんかぐらい。でもそれぐらいの歩数でそんなに変わるんやから。そう、それで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 、はい、それで2往復。はい、あと1往復。これでもう110歩ちょっとぐらい、はい、前後でしてください。どう？長いようになっている。だんだん変わるやろ、はい、わかる。肩でも首でもみんな一緒。肩やってみ、一回肩と首、右と左、首ぐるぐると回して、はい、どう、はい、左の感じ見とってな、はい、それでもう一回行ってみ。左の首も肩も一緒に楽になってるから、全然違うから、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、それで後ろ、はい、立って、それでやって。どう？軽いやろ。左絶対的に軽い、左、はい、右も軽くなってんねんで、本当のこと言って。せめて左の方が軽いから、左ばっかり感じんねん。伸びる感じ。伸びるやろ。うん、全部してみ、もう一回。さっきの比べたら。あ、また行ったやろ。わかる？左の方が楽やろ、今。はい。うん、それ。